どうしたら美味しいお味噌汁、お吸い物ができるか教えていただいてもいいですか。いやもう、いや、あの、簡単ですから、別にあのスーパーでね、買われる、そういう、なんと、あの、まあ、手間暇は、それほど変わりませんです。あ、そうなんですか。はいはい、そんなすぐにお出汁って、はい、あ、出ますね。そうなんですか。なんかすごいこう一晩置かないといけないのか。いやそんなことないですか。はい、じゃあ昆布はだいたいどれぐらいつけたらいいですかね。いやもうあの出汁出すときはあの最初ね、あの鍋にね水を入れて、でそれで昆布をね、まああの最初ちょっとあの埃をね、この上でちょっと両面水でさーっと洗って、で、それで、あの最初からここ入れて、で、あの字つけてね、で、ちょっとしたらパッと引き上げて、で、まあ、カツオがあれば、カツオパッと入れて、で、それでもう一回ちょっとしたら字止めて、で、5分ぐらいかけて。沈むんですよね。そうそう。例えばこの下にね、沈みますから、ね、それでもちゃんと出汁をちょっとこうね、はい、あのこしてもらう、こう引き上げたカツオはギュッて絞った方がやっぱりいいですか。あ、そう、あ、まあもったいないなっていつも思うんですけど、絞りますよ。あ、よかった、はい、よかった。はい、あとこうね出したらちょっとね、はい、寒いのね、はい、がこうね、はい、ちょっとこう押してしますよ、はい、あ、よかったです。もったいないですよね。